皆様こんにちは。モーセ姫のサブチャンネルボンバーモーセ姫へようこそ。このチャンネルでは有名人芸能人リーディングしております。さて今日なんですけれども、先日安倍総理、元総理の国葬をね、もう本当に勝手にした人という、岸田首相、はい、岸田首相が、自分の長男を秘書に入れたとかね、そういうのも出ておりましたが、いい加減にしてよという気持ちでいっぱいです。はい、今日は、岸田内閣いつ終わるのか見ていきたいと思います。カード、タロットシャッフルはしてるんですけれども、はい、じゃあ、岸田内閣の終焉がいつか、はい、見ていきます。お、死神が出ました。はい、そして12月までには終わるかな。月、よいしょ、おっと失礼。あ、9月終わり、9月あれ過ぎたね。ちょっと待って、9月に、あ、そっか、もうなんか無理強いしちゃったから、もうここで支持率が大低下したから、10月総殿に、総殿のクイーン、コインのクイーン、マジシャン、ソードのキング、フールのリバース、星、節制。はい、一番裏のカードはデビルが出ました。ダイヤルかな、案外大きいですね。さて今のところ、もうね、9月にいわゆる、株が大暴落したみたいなもんです。岸田さんのね、株が大暴落して、その大暴落が今、なんて言うんでしょう、横ばいになっているという感じ。さあ、今のところ、終わるのが12月。なんか新しい始まりって2月って出てるんですよね。12月、2月、そして4月っていうところで、もう、決断というか、答えはこれ出てるんじゃないかな。真っ先に死神のカードが出たので、もうこの内閣は終わります。で、終わる時期が、ここですね。12、2、4っていうことで出ていて、出ていて、かな、12、2、4。11月、なんか、政策、そういうものをね、なんか打ち出したりとかするかもしれないけど、もう後の祭りだよって感じですかね。ちょっと待ってくださいね。で、彼自身も、もうダメだっていうのは分かっている。分かっています。そして、ここにね、女性のカードがいくつか出ているので、もしかしたら、来年の夏には、女性が誰か、ね、なっている可能性もあるのかなっていう感じです。遅くとも4月までには終わる。早かったら2月か12月。そういう流れになりそうです。ねえ、まともな方に、とは思うんですけれども、とりあえず岸田内閣は終焉を迎える。そのような気がしています。以上となります。